週も始まりましたパチタウン TV です。さあ、はい、あの前回ですね、いろいろあのテーマがあるというふうに話した、この番組はね、はい、あの主に3つありまして、ま、ね、覚えてますよね、もちろん覚えてます。あのプレゼント型、ね、そして、はいはい、プレゼント型もありますよね。でもっとプレゼント型、さやちゃん、さやちゃん、さやちゃん、なんでこれ今分かりましたよね。プレゼント型、プレゼントばっかりかい、ほらやってもらわないと、そればっかり今やってもらう、やって、いや恐れ、違う違う違う、やり直しましょう。何ですか、べーちゃん、あの、この番組は、うん、まあ、大きなね、主にこの柱でやっていこうというのが3つありました。3つあります。3つありまして、まず1個が、まずプレゼント型、はいはい、そして、うん、プレゼント型、プレゼント型、さらに、プレゼント型、そしてプレゼント、さやちゃん来週もう一回やるから、さやちゃん今週も時間ないから、はい、来週やるからやってもらいたい。そうですね、まあ、ちゃんとおさらいしますけど、はい、まあ、プレゼント型と、うん、そして視聴者、投稿型、視聴者参加型、うん、まあ、この3つをですね、主にこれからやっていこうということなんですけど、はい、いろんな企画をですね、違うのよ、でも僕やっぱり1個思ったのが、あの投稿型、うん、なんか視聴者の意見を本当にね、聞いて番組作っていきたいんですけど、うん、はい、言われたんですが、そう、投稿する場所がどこなんですかと、それが決まってない、投稿する場所がまだない、そうなんだよ、だからそれをちょっと決めないと、そうですね、じゃあどうしますか、ツイッターとかでもいいんじゃないですか、山野さんやってるじゃないですか、何百何千やっぱりね、山野さんいるじゃないですか、まあ、レディーガガと一緒ぐらいいるっていうね、今言われてます。いやいやいや、そんなにないでしょ、私ちゃんとチェックしましたからね。え、しかも年配の方とかガラケーの人がですね、そう、送れないから、ね、送れない、そう、ツイッターやってない方が送れないから、ここはやっぱさやちゃんの実家の電話番号今ちょっと言ってもらって、ダメ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 、びっくりします、家族、そこだって言ってくれれば、まあ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 、でもそれはちょっとおいおいね、24時間対応よ、24時間いつでも困りますって、ちょっと行きましょうよ、09?、ね、いいですか、まあ、早速じゃあもうね、企画を皆さんにご覧いただきたいと思いますので、じゃあエンディングで決めましょう、はい、それでは早速ご覧ください、はい、どうぞ。さあ、本日はビーナスギャラリーペップ店に来ております。今回も私メイとノラレンジャー首藤翔太がお送りします。よろしくお願いします。さあ、ということで今回ですね、ゲストの方来てるってくれてるんですけれどもですね、はい、ちょっとあの、ま、すごく可愛くて、すごくおしゃれで素敵な方なので、こんな振って大丈夫ですか。はい、ちょっと早速呼びましょうか、はい、呼びましょうか、はい、それではどうぞ。めちゃめちゃ久しぶり、すごいね、ちょっと電話しちゃった、別府すごくない、別府、いや、別府がボーボー、別府よりうずらさんの方がすごいですけど、ちょっと未知とも遭遇ですよ、僕は今。初めまして、よろしくお願いします。めちゃ久しぶり、うわ、冷た冷たそっぽむ、そっぽむくってこういうことよ、本当ね。今回のゲストはうずら姫さんなんですけど、お願いします。改めてちょっと自己紹介を、自己紹介、はい、お願いします。私ですね、九州を中心に活躍しております。自分で言っちゃうんですね。大活躍しております。いや、でも本当にやっぱりもうグイって来てるんですよ。グイッとグイって来てるので、ね、はい、どっちの業界でどっち方面の業界でグイッと来てるんですか。まあ、見ての通り、あの、はい、私、あの、女子は全然興味ございませんで、はい、もうむしろ首藤さんを持って帰りたいぐらい。あらー、あ、どうぞ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 、いいですか。いやいやいや、僕をプレゼントにするのやめてください。どうなんですか、うずら姫さん的には僕タイプなんですか。いいえ、振られた、ごめんなさい。どういう男性が。私、五郎丸。ガチムチ系が好きってことですか。もう五郎丸、うわ、もう大好物でございます。これはちょっともうホール内の五郎丸系の人たちと、いやもう本当に今日はもうイケメンよりイケメン大を探さないといけませんからね。はい、ちなみにですね、今回の企画なんですが、まあ、3人で協力をして1万発を目指そうと、万発、はい、思っていますが、3人で協力してだから、まあ、どれにしようかなって思うんですけど、お二人どれがいいとかあります。万発狙うんでしょ、うん、で私1000発、4500、ちょっと待って待って待って、負担がすごいバランス。いや、それは3000ぐらいで、みんな頑張って1000に行きましょうよ。そうなれば、はい、マックスキー、そうですよね、まあ、そうですよね、出玉が多くて、スピーディーに、ね、うん、出るやつといえば、いえばせーの、ケンジ、ガロ ガロ打ちましょうよ。ガロなんですね。ガロ早いでしょ、だって、まあ、確かに、はい、あのこういうのが台から出るやつでしょ、そうそうそう、これ出てくると怖いし、1万発出たら、なあ、
視聴者の皆さんにプレゼントとかどうです？あら、いいじゃないですか。素敵、ね、素敵な提案、はい、私届けに上がるわよ。ご自宅まで。男子限定、男子限定。男子限定。女子はもうね、あの発想を持って返させていただきますと。雑もう雑雑もしですね、はい、達成できなかったら、一番活躍できなかった人に罰、はい、ゲームということで。はい、わかりました。嬉しいですか。はい、はい、ドキドキヒヤヒヤしながら頑張りましょう、はい、頑張りましょう。じゃあ一番パス目指して真剣いくで。今回の実践舞台はビーナスギャラリー別府店。パチンコが589台、スロットが500台、最新台から人気台まで取り揃えたホールですよ。さあ、それでは1万発目指して頑張りましょう。399分の1、満腹者タイプ、はい、これで1万発ですからね。よっしゃ。まず初めにチャンスが来たのはめいちゃん。朝ガロモード終了直後に疑似連3連目、開始早々大当たりは来るのか。めいちゃんお見事、大当たり。ここでうずら姫にもチャンスが。これ来るんじゃない。やばいでございます。うずら姫は残念。それより気になるのはめいちゃんの ST。 果たしてゲットできるのか。ST 新別ラッシュゲット。奇跡お願いします。
さんもすごい期待したよ、めいちゃんに。いやもうね、本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。う、ね、うちらが頑張らないと。そうですね。あんなメイツブタには負けられないわ。バスネーム候補ですね、めいちゃん。いやいや、バスネーム、バスネーム。なんで、なんで当てたし。当ててくださいよ。ちょっと、ダーリン。これ、なかなか見せ場が作れないっすよ。ダーリン、せめて、せめてこれ、これを使うリンチを。本当に、これ頼む。早いんだよ。市長さん、さっき、ポイント交換会っていうのがあったんですけど、見ました？あ、なんか書いてあったね。そうそうそう。今見たら、すごい並んでて、で、なんかいろいろ来店ポイントで。今回お邪魔しています、ヴィーナスギャラリー別府店では、ちょうど来店ポイント交換会が開かれていました。いろいろなものが用意され、多くのお客様が来店し、自分のお好きなものと来店ポイントの交換を楽しまれていましたよ。あの甘いものとか、もちろんあの何トイレットペーパーとか日用品とかも あるらしいです。それ嬉しい ね。後半戦開始。目標の1万発をクリアして、視聴者の皆様にプレゼントお願いしますよ。赤、赤だけどな。来ないまま実践時間も終了に迫ってきたところで、めいちゃんにチャンスが。ああお願いします。あ、これお願いします。これやった、これこれ当てた。めいちゃん。ガルガル掘り受けた。絶対。めいちゃんこれ当たるよ。頑張ります。これ当たる。頑張ります。いけるいけるいける。ああ7点パ、7点パ。終了間際、土壇場で見せてくれます。7での大当たりなので、もちろん新熱ラッシュもゲット。あとの2人が役に立たないようなので、最後の望み、めいちゃん頑張ってください。
一度お客さんも含めて圧半端ない。そうそう、私分かったわ、めいちゃんは綺麗なだけじゃないのね。そうなんです、それは、ね、腕も持ってるんです。残念ながらプレゼントゲットならず。いやもうね、ちょっといや本当申し訳ございません。いや皆さん本当ですよ、全く当たらなかったですからね。見せ場はなかったけど、うん、見せ場を作っためいちゃんが、うん、全然継続してくれなくて ねそうなんすよね、問題はそこなんですよ。いや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 、当たっただけいいじゃないですか。せっかく当たったのに2回当たってますよ。だって ST 入れてんのよ。いやいやいや、なのに単発って終わったよ最初。いや初めはそうですけど、うん、またねもう1回当てて、当てたよ、当てたけど、で2回でしょ。いやいや当ててないと言われたくないですよ、ね、これは完全にめいちゃんのせいですよね。やらかしたね。いや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 、やらかした。おかしいでしょ。だってもう僕たちはね、うん、応援に専念してましたもん、完全に。本当よ、3人で協力しての1万発を目指そうっていう、ね、まあまあまあ、企画だったんで、うん、まあ、今回ね達成できなかったので、はい、罰ゲームはこのお二人に行ってもらいましょう。そうなっちゃうの、やっぱり。やっぱりそうなっちゃいますよ、ね、で今回の罰ゲームなんですが、はいはいはい、あのもう可愛いです。あ、そう、はい、全然罰ゲームっぽくないんですけど、何それ、うずら？いや、アヒルです。アヒル、うずらから書いたのかな。これだからね、はい、このアヒルちゃんの両サイドに、うん、あの羽があるんですけど、うん、ここを2人で一緒に押していただきたいと思います。なんか想像はつくんですけど。はい、ね、まあでも温泉とかにこうやってね、ぷかぷか浮かんでそうかわいいね、かわいいでしょ、見た目。これを俺こうパッと押したらいいの？はい、両方、はい、押していただきたいと思います。はい、じゃあ、はい、いいですか。はい、いきます。それではお願いします。あ、よしよしよし、ちょっと待って、ちょっと待って、あの誰か試した、これ誰か試した、ちょっと、どうしたんですか、どうしたんですか。思ったより来たよ、これ。何でこんなに可愛いのに、こんなに強力なの。ビリ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 した。待って、驚きすぎてね、マイク落ちました。すごいね、これ。可愛いのに結構来ました。めいちゃん、めいちゃん、これ立ち悪い。ということで、ぜひね皆さん、はい、あのビーナスギャラリー別府展招かの本当に楽しかったので、そうですね、はい、それはぜひ皆さんも行っていただきたいと思います、はい、ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。さよなら。あっ、押すつもりなかった。今見せようと思って、もう持ってく、持ってく、わ全部持ってくわ。俺後ろ全然把握しなくてさ、すげえシャツ濡れてんだよ、ほら。それ全部持ってかれたよ。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。今回も楽しいですね。3週目になりましたけども、はい、いかがだったでしょうか。問題が違和感を感じるよね。皆さんも感じてる、この現場で感じてるんだから、見てる方も感じてると思いますが、すいません、もうちょっとお待ちください。そんなことよりも、もうちょっと、あ、そのね、はい、オープニングでも話しました、うんうん、視聴者のあれどうします、意見をね、吸い上げるところ。だからもう決まりまして、さやちゃんの実家で、うん、いやいやいや、それは無理です。それはあれですけど、うん、だからあれですよ、パチタウンのアプリが一番わかりやすいじゃないですか。ただ今その募集するのはまだアプリ内にないんですよ。うん、なんでそれを作れるようにちょっと交渉に行きますんで、うん、あ、山野さんが交渉してくれます。なるべく早めにできるようになりましたっていうお知らせをね、おできるか、それか結局さやちゃんの実家の方になりましたっていう、どっちか。困るんで必ずお願いします。ごめん、本当にパチタウンの方に断られてしまった場合は
さやちゃん、こっちもいろいろ2本行けばいいやん、電話線2本ね今その、今のが困るんであれば2本いろいろほら、はい、あのアプリを取っていただければ、うん、いろんな情報が見れるじゃないですか。そうでね、川柳もさやちゃんがね、そうそうそう、川柳も投稿型なんで投稿はできるんですよ。そうですよ。なんで、うん、ぜひともそれにしたいと思いますんで。はい。で、さやちゃんの川柳今週もあるんですか。もちろんです。はい、ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。美人うつ隣が僕の優秀大、来週も見てねー。